こんばんは。今日は浅草寿司屋通りに来ました。ちょっとね、昼間は暑かったんだけどね、この時間寒くなりましたね、急に。ちょっと辛いものを食べてね、温まろうと思って来ましたよ。あれ、寿司屋通り入ったら左右に灯籠がありますね。今日は浅草神社の灯籠祭りですね。食べ終わったらちょっと行ってみますね。ライブで撮りますんで、アーカイブ残しますんでね、よろしかったら見てね。ショートも流しましょうかね。はい、着きました。浅草パンダ食堂。これでパンダと読むんですよね。最初読めなかったですけど、入店です。はい、四川料理の辛そうなサンラータンメンですね。野菜も結構入ってますよ。日本のタンメンとはちょっと違いますね。辛いラーメンですよ。激辛ラーメンですよ。これ食って汗が出ますよ。ちょっとスープ飲んでみましょう。はい、ちょっとだけね。真っ赤っていうわけじゃないよね。ちょっと多めに取りましょうね。真っ赤っていうわけじゃないね。辛これは辛いわ。刺激的。唐辛子の辛さですね、これはね。浅じゃないね。美味しいですね。辛いけど美味しい。美味しいけど辛い。辛いけど美味しい。どっちなんだいってね。うまいですよ。まあね、寒くなってくると辛いのもいいよね。まあ暑い時でも辛いのいいのかな。結構ね、暑いところで辛いの食べますよね。四川って暑いとこなのかな。なんか四川料理っていうとね、麻婆豆腐とかね、はい、辛いのをね、朝の辛さっていうんですか、しびれる辛さ、あれを思い出しますけどね。これはどっちかっていうとね、辛ラーメンみたいなもんですよね、韓国のね。まあ本場じゃないのかな、こういうのはね。なんかもう一つね、なんか汁なしのやつがありましたけどね。これなんですか、汁なしのやつがおすすめって書いてありましたね。これキクラゲですね。これはわかりますね、キクラゲ。まあ普通のね、ラーメン屋さんに入ってるキクラゲとちょっと違いますよね。ピーマンかな。これはピーマンあたりかな。いや辛いや。辛いけど汁をどんどん進みますね。もうね、なんか熱くなってきましたよ、体が。汁また飲んで。このスープがね、辛さの中に味があるんですよ。普通ね、僕は辛いやつで、その小麦粉とか炭水化物のね、辛いやつってのはあんまりつかないと思ってるんですけど、ただ辛いだけでね。これはね、炭水化物の割にはね、麺の割には味がありますね。なんか乗せているこの具材のせいかな。普通ね、なんかね、担々麺とかね、辛いやつでなんか地獄の3丁目とか5丁目とかね、あれは辛いだけですよね。意外とね、辛いやつで好きなのは肉類とか魚類、あれの辛さはね、結構ね、後で味がするんですよ、辛さの奥に。で、麺類の辛いのはただ辛いっていうだけなんです。
これはね、その辛さの奥にね、なんとか知らないけどラーメンなのに味がする。いいね。やっぱり職人技だね。四川料理ってのはすごいんだね、そういうのはね。ただ単にいたずらに辛くしてるわけではない。ねえ、あんまり辛いとね、辛さだけだと体に悪いですよね。わかんないけど。お茶飲んで、これはノンアルコールですよ。今日はお酒飲んでません。どんどん減ってきました。うまいじゃないですかね。今度はその汁なしのやつをちょっとチャレンジしてみますね。これはこれでいいんじゃないですか。これね、なんかこれ食べ終わったらここにライスぶっこんで食いたいぐらいですね。ライス頼んどけばよかったかな。まあ今からでも間に合いますけどね。隣ではね、なんかお客さんが2人でお酒飲んでます。隣のテーブル、なんかつまみいっぱい、これは美味しい、これは美味しいって。ここにね、つまみがいっぱいあるんですよ、お酒のつまみ。この時間だとね、だいたい酒飲みに入ってるのが多いかな。僕みたいにただ飯だけ食いに来てる人ってのは少ないですよね。もう居酒屋ですよね。結構ここの店はね、何回か来ててね、前に来た時はあれかな、メバルのね、でっかい尺30センチぐらいあるメバル、あれの辛く料理したやつ、他に動画を上げてますんでね、よろしかったら見てください。でっかいメバルですよ。それ一人で食っちゃいましたよ。ライスもねお腹パンパンでしたけど美味しかったですよね。やっぱり四川でこのラーとは違って、マーが入っててね、アサが入っててしびれるんですよ。で、唐辛子もいっぱい乗っかってるんですけど、辛いんだけど、魚の身の方に味があるんですよ。程よい味がね、辛さが染みてて。全部食べちゃいましたよ。骨はちょっと食べられなかった。骨まで食べれるって言われたんだけど、やっぱりでかい中骨はちょっとね、きつかったかな。ヒレとかああいうとこはカリカリして美味しかったんですけどね、一回ね、揚げて、それを味付けするんですよね、あんかけて入れてね。大体そういうのが多いですよね、中国料理。一回油で揚げて、魚を揚げて、それから料理する。だから周りはこうね、いろいろ汁がかかってるんですけど、魚の皮はカリカリなんですよ。であれね、揚げるの大変だと思うんですけどね、骨までね、火が通るんですからね。はい、そろそろなくなってきますよ。ガブって飲んじゃいましょうか。え、ガブって飲まないんですか。人間より早いですよ、ガブガブガブってね。辛いのはね、僕はね、大体好きですね。あんまり辛いっていうのは、痛いのはダメだけど、痛い辛いやつは。ココイチは10辛ぐらいね。はい、飲んじゃいましょう。おいー、ガブガブ、一気に。あ、一気にいかないな。二気に。はい、飲み終わりました。もういいでしょう。ちょっとね、綺麗にね、残さず。舐めてもいいぐらいですからね。ちょっとこの端取りづらいですね。はい、ごちそうさまでした。はい、完食です。あと口を拭いてね、口の周りがもうべちゃべちゃになってます。テーブルの上の、ごちそうさまでした。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。またねー。